2012-2013ISU グランプリファイナル及び 2012-2013ISU ジュニアグランプリファイナルは2012年にロシアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会 2012-2013ISU グランプリシリーズの決勝大会及びジュニアクラスの 2012-2013ISU ジュニアグランプリの決勝大会2012 20 2013ISU グランプリファイナル 2012-2013ISU ジュニアグランプリファイナルはそれぞれ2012から2013年シーズンの ISU グランプリファイナル ISU ジュニアグランプリファイナルで 2012-2013ISU グランプリシリーズ及び 2012-2013ISU ジュニアグランプリの決勝大会であるシニア及びジュニアクラスの男女シングル フェア、アイスダンス競技が2012年12月6日から9日にかけてロシアソチで行われた。今大会はソチオリンピックのプレイベントと位置づけられており、実際にオリンピックでも使用される同じリンクで競技が行われる。今開催会も引き続き ISU グランプリファイナルと ISU ジュニアグランプリファイナルが一連の日程内で開催された。 成績上位6名が出場する。男子シングル男子、シングルメダリスト女子シングル女子、シングルメダリストペアアイスダンス男子シングル女子、シングルペアアイスダンス入賞者にはそれぞれ一家の賞金が与えられる。競技後のエキシビション出演を断った場合は、グランプリファイナル出場選手は、賞金から5000米ドルが、ジュニアグランプリファイナル出場者は、 賞金から千米ドルが差し引かれるとされた。ありがとうございます。